ユダの手紙著者はイエスを裏切ったイスカリオテのユダではなく福音書に記されているようにイエスの4人の兄弟ののののうちの1人のユダですイエスの兄弟たちは彼が死ぬ前は誰一人としてイエスをメシアと信じていませんでしたが死から蘇ったのを見て弟子になりましたイエスの兄弟たちは皆初代のユダヤ人クリスチャン教会の指導者になりましたがユダはあちこちを巡回して教える宣教師として知られています そそしててれがこのの手紙を書く目的の背景になっていますユダがどの教会にあててこの手紙を書いたのかは分かりませんがそれはほとんどがユダヤ人だった教会と思えますというのもその書き方が旧約聖書また他のユダヤ文学に精通している人を想定しているからですユダはこの教会が直面している危機に気づきそれがこの書の構成にも現れていますまずこの教会への強い勧めを知るし 次に彼らに影響を及ぼしている偽教師たちに対する警告と非難が続きますそして最後はこの教会がどういう行動をとるべきかを進めて終わりますユダはまずこの教会に「真の信仰のために戦うように」と進めています彼はメシアを通して与えられた救いについてもっと長い手紙を書くつもりでしたがこの教会について緊急の知らせが入ったのでその予定を遅らせたと言っています そしてその代わりに短いけれども資料に満ちたこの手紙を書いたのです彼はどのように戦うかではなくなぜ戦うべきなのかということから書いていますそれはこの教会に入り込んでいた偽教師たちのためでした彼らの教えというより彼らの生き方そのものが問題でしたその堕落した生き方は彼らの神学が間違っていることを物語っていました彼らは神の恵みを罪を犯す許可であるかのように曲解しました 自分たたちは許されていててててていいいいいい神のの霊を持っているででお金にににつつももも性的なことと何でも好きにしししいい主張しましたイエスの権威や教えを否定する彼らはイエスを裏切っているのだとユダは言いましたこのような偽教師たちが現れることは意外ではないと教え彼らと距離を置くようにという長い警告を書き始めますまず最初に旧約聖書からの3つの例が2組挙げられています 最初の3つは神に反逆して裁きを受けた人た人ち荒野で,で神に逆らったイスラエル人は望んだ通り約束の地にたどり着くことなく荒野で死にました次に神に反逆したために裁きが下るまで暗闇に閉じ込められたミツカイたちの例を挙げていますがこれは有名なユダヤ文学の第一絵の句書にある創世記6章の解釈を引用しています ここでは、神の子を神に反逆し、女性たちと性的な関係を持って裁かれた密会たちとして解釈されています。彼はこの話を三つ目の例、つまり密会を犯そうとした男たちのために滅ぼされたソドムとゴムラについての創世記の話と結びつけています。これらは両方とも神の秩序に反逆し、性的な不道徳に陥った者の,の話で、偽教師たちはまさにそれと同じことをしていたのです。 ユダはさらに当時よく読まれていたユダヤ文学のモーセの遺訓からも例を挙げていますエノク書と同じようにこれは旧約聖書の一部ではなく新明記に基づいてモーセの最後の様子や言葉を創作的に描いたものですユダが引用したのはモーセの死後良い御使いのミカエルがモーセを非難する悪魔に反論しつつも最後の裁きを神に委ねた箇所です 現代の読者には馴染みのない話かもしれませんがこれらの文学を読んで育ったユダヤ人たちにはユダが何を警告しているかがよく理解できました神への反逆性的不道徳神からの使いを拒絶するという偽教師たちの行いは昔からあったことなのですこのことは次の3つの例にも関連していますどれも他の人々を堕落させた反逆者たちの話なのですカインは弟を殺しその後暴力が支配する町を建てました 呪術師のバラムはイスラエルを呪うことはできませんでしたが彼らを偶像と性的堕落の誘惑にさらしましたそしてレビビトのコラは猛聖の反逆をけしかけ民の上に災いを招きましたユダは続けて旧約聖書からエゼキエル書の「自己中心の羊飼い」「神言の「雨を降らせない雲」「イザヤ書の荒れた海の波」などと立て続けに例を挙げて偽教師たちになぞらえます 彼らはイエスに従っていると言っていますが彼らの強い自己愛がそれを否定し行く先々で人を混乱に陥れているのですユダはこの警告を古いものと新しいものの二つの別の警告を引用して締めくくっています古い方はまた第一絵の具書からで創世記に登場する絵の具が見た幻が記されていると言われています 興味深いのはユダはエノク書の最初の章を引用しているのですがそのエノク書自体は「主の日に神が悪を裁くこと」についての旧約聖書の6つの文章を引用していることですユダはエノク書の昔の警告を最近の人たちの警告と一緒に紹介していますペテロヨハネパウロは偽教師たちが現れ福音をねじ曲げるだろうと予告していましたがそれはイエスが先に言っていたことだったのです ですからこの教会に対する警告はこれでもう十分でしょう。偽教師問題に対処しなければならないことは明らかです。それからユダは締めくくりの勧めに移ります。彼は信仰のために戦うように述べた最初の箇所を取り上げ巧みな引運を使ってその戦い方を教えます。イエスの教会を神の新しい神殿に例え「最も清い信仰」の上に自分を築き上げるようにと言っています。 これは私たちを罪から救うためのイエスの生涯と死とよみがえりについての良い知らせのことを指していますこの礎の上に教会は祈りに励み神を愛し従うことに専念して立て上げられていくのですそしてこの教会の高潔さはイエスが再び来られ正義と憐れみをもたらすことを常に意識し続けることによって保たれるのですまたそうすることで互いに励まし合ってイエスへの信仰にとどまることができます 最後にユダは民がご自分の恵みから離れ去ることのないように守ってくださる神を褒めたたえてこの手紙を閉じていますこの短いユダの手紙は力強い書物ですが現代の読者にとっては謎めいていますユダはなぜ旧約聖書の一部とみなされていない第一絵の句書やモーセの遺訓から引用しているのでしょうかこの時代のユダヤ人にとってこのような宗教的な書物は生活の大きな一部だったのです イエスも彼の家族もみんな旧約聖書とそれに影響を受けた後の時代の書物の両方を読んで育ちましたこれらの書物は聖書の一部として認められるべきかという議論が昔からありましたどちらにしろこれらの書物は重要であり聖書に加えられていなくても神の民に大切なメッセージを語ることができますこれらの書物は現代では「外転」 もしくは「第二聖典」として知られていますしそのほかにも「偽典」もありこれらはすべてユダヤ教やキリスト教の集会の中で昔から読まれ重要視されてきましたこれらはもともと旧約聖書の一部として書かれた書物ではありませんが聖書の伝統に基づく書物といえますだからこの手紙を受け取る人々が第一絵の句書などの価値を認めていることを知っていたユダは彼らに分かるようにこの書を用いてこう伝えたのです イエスを通して与えられた神の恵みは単に理解して同意するだけでなく人生のすべてをかけて応答すべきものであるユダは偽教師たちの神学を批判することはせずイエスを否定する彼らの不道徳な生き方に焦点を当てていますイエスが弟子たちに語られた言葉をこの状況に当てはめているのです私を愛する者は私の教えに従う クリスチャンにとっては生き方こそがその人が信じていることを本当に表しているのですこれがユダの手紙です